クリームから来ました1年生の女の子の6人のバンドです。はい、今日は短い曲なんですけど、私たちのキャンパスらしさが一番出てる曲を選んできました。どうぞお聴きください。はい、thank you.
これを記念してという主催でやるバンド、やるバンド、女の子だけのバンドと男の子だけのバンドで、それを揃えて群馬県内でライブをしようっていう話が今あるんです。それが今のところは10月10日になるので、皆さんよければ覚えておいてください。10月10日キャンディーパステルの主催で、群馬大学の東城会館というところでやるので、ぜひ群馬県内のお住みの方お越しください。よろしくお願いします。続いての曲で最後に曲は3曲目にお送りする曲は年下のデパートです。ありがとうございました。Thank you.